皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちんです。ミキーです。ムシです。カズキャンです。よろしくお願いします。お願いします。いやいや、ヨシさんどこにんの。そうそう、どこにんでしょうね。僕も今言うべきか言わんべきか。多分、卒業写真、卒業アルバムで出席した人みたいな感じで、はい、右上のところにね、はい、右上だか左上だかに、うん、で、前半ですね、そうやってそのなんで今、あ、ここ今はそうなんですよ、うん、ジャングルなんですよね、ジャングルすごいところにいるんですよ、そうですね、で、なんでこんなところにいるかと言いますと、はい、森の館、うん、に再チャレンジというか、で不死のトーテムを、うん、その増やしたいっていうことで、うん、何してるんですか？ドキドキゲーム誰にまたんないで、森の館に行こうとしまして、うん、こう移動してたら奥に見えるあの遺跡、はいはい、遺跡っつーの遺跡っつーのこれが、うん、出ましたんで、うん、まずはその森の館が最終地点ですけど、うん、はい、まあ、オープニングとしてはそこをさらっとね、うん、探検していきましょうと。よーし、着きました。わわわわわわ、ちゃんと明かりをつけながら行きましょうか。わ、暗い、うん、マインクラフターですからね。これなんかいいの入ってたら宝箱あるのかな、なんか、あ、罠ありますよね。ああ、そうだね。じゃあ行きましょうか。はい、斜めに飛んでいくだけの簡単なお仕事ですよ。やった、そういう仕事大好き。ちょっと待って待って待って、地図の中で海が見えてきた。あ、もうすぐだ、これすぐだ、もうすぐだ、あ、はいはい、もう来るもう来る。あかんって、こっち楽しいなこっち全然やん。17,500 とかなのかな、17,300 の16,300。あったー、あー、こびちゃった、うん、あれ、それた、カクカクしてるな、水、よいしょ、うん、やっとバレた。ここら辺にあるって聞いたけど、見つけたー、あー、カズさん見つけた、大変だったー、あ、わり、あ、これでかい、やっぱでかいよね、横長とかじゃないもんね。え、でかい、なんか正方形の綺麗なね、正方形ですよね、なんか、え、こんなでかいことある？あ、入り口見つけた、はい、じゃあ無事ですね、到着しましたんで、うん、はい、ここから攻略の方をしていきましょうか、ちゃちゃっと、はい、はい、ちゃちゃっとね、はい、サクッといきましょうか、サクッといきましょう、ちょっと待ってね、あ、クリーパーがいるな、クリーパーは嫌だな、えい、よし、頑張ろう、アイテム整理をして、あの、フンフンおじさんが怖いよね、でもね、そうやね、あ、もうね、あれは装備を、装備、ガチ装備に変えよう、あ、持ってきとったんや、うん、マインクラフターだからね。え、ガチ装備なんか持ってんの？はい、やっぱ撮影するものとしては死んじゃいけないので、あー、あるよね、そういうの、はね、カズさんも当然持ってきてるでしょうけど、いや、これガチですよ、私。清掃ですか？そう、もう初っ端からガチですからね、私、でかいなー、ほんと、よし、松明がこれで作れるぞ、少し、カズさん、さっき、え？ハロ？あー、危ない危ない、メラ
さーて、遊びに行くぞ。この像の中にも何かがあるとかないとかって。あ、そうですよね。あ、これなんか途中で壊れてるな。これなんだ。これ確かね、なんかラピスラズリ入ってたよ。違ったっけ。あ、そうそうそう、そうだ。脳みそらへんにね。ないかな。どこだどこだ。あった、ほらラピスラズリ。やった、ゲットだぜ。ですね、なんだ、大したことないね。大したことないですね。1階部分一瞬で終わったっすね。ねえ、確かに。2階行こっか。もう2階行きましょうか。ねえ、んだもんね。もっとみんなとね、じゃれ合いたいよ。まあでも2階からですからね、本番は。うん、今んとこ心配なぐらい止めたくはない。ねえ、あ、まあこっちが3階に続くからそっちだね。おっと、クリーパー早く持って。あー、ちょっと待って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 早く持って。あー、ちょっと待って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 早く持って。あー、ちょっと待って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 早く持って。あー、ちょっと待って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 。完全には軌道上に。今 0.5 まで持ってかれたからね。まだほっぺたにと思ってますよ。まだほっぺたにと思ってますよ。使わせるとこだったからね。あ、いましたよ、いましたよ。どこでじゃれやってるの。遠距離攻撃。ずるいずるい。おもうちょっと、もうちょっと連れてこよう。村人さん、よし、オッケー。新設活動ナイス。よっしゃー。さあ、武士のトーテムゲット。え、もう、よしね。え、もう、はい、早っ。よいしょ。え、じゃあもうこれ3階行きますか。な、もう3階コースだね、これ。あら、そうですね。あ、夜か。あ、いっか。関係ないですもんね、中は。3階どっちからですか。よいしょ。あ、どっか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こいつ、は？うわー、ここにもいっぱいいる。あ、すごい、ここ。おじさんいっぱいいるよ、こっち。ここでもおじさんハウスですね。あ、待って待って、行く行く行く。あ、待って、行った。あ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 、行った。助けてー。ひぃー、ひぃー、助けてー。カッサー使った。僕まだ返してもらってないですよ。いや、今から働いて返しますよ。ひぃー。カズさんからなんか、あの緑と黄色のつぶつぶがいっぱい出てましたね。あ、そっちからだとそうなるんだ。はい、つぶつぶがつぶつぶが見えてましたね。テストある。なんかでもダイヤのあれがないね、今回。じゃダイヤの隠し部屋、隠し部屋がなくない。まだ行ってないかもしれない。ちょっと待って、その隠し部屋さえ見つければ今回、はい、ありましたよ。このカズクラが見つけましたよ、隠し部屋。ちょっと本当だ、これで、はい、イーブンじゃないですか、もしかしたら。いや、武士のトーテムはダイヤで買えないですからね。こん中にものすごいのが詰まってますからね。夢と希望が詰まってますよね。ほら、何気に黒曜石も嬉しいですね。はい、ほら、あー、取っちゃったー、コミジンさん。あー、取っちゃったー。見つけたやつは私が。いいんですよ、いいんですよ。騙されないですよ、僕は。はい、というわけで、うん、無事、無事というか、はい、なんかもう一瞬で、そうやね。あの、森の館の攻略は完了しまして、うん、ちょろいっすね。はい、ちょろいっすね。でも入るときに、うん、こんなでかい森の館見たことないって言って、うん、ワクワクしてたんですけど、
いざ入ってみたらですよ、うん、こんな感じですよ。ね、まあでもタイトルちょっと楽しみですね、タイトルが。そうですね。で、まあ、今回目的が不死のトーテムだったじゃないですか。うん、はい。アンキ何個取ってきた？あ、1個だけ。1個。うん、ここに。カズさんは？はい。カズさんは？1個使った。マイナス1。そう、まさかのマイナス1。僕の分返してくださいよ。いや、まあ、まだ今度森の館行こう。もう裏で行ってくださいもう。で、一応僕が3つですね。おー、手に入れたんで、また所持数が6に戻りました。あ、おー、はい、すごいね、はい。戻っただけみたいな。そうですね。まあこれでね、またエンドラ、エンドラプラスウィザーっていう、あ、前失敗したやつ、はい、あ、そっか、カズさんが本編にやってすごい具だったっていう、あ、そう、もう闇回でした、あれ闇回。4人でまたサクッとね倒すにしてもやっぱ風刺の通っても必要だと思うんで、はい、いい収穫だったんじゃないでしょうか。そうだね、はい、ですね、はい、で今回やっぱり合流できなかったヨシさん、はいはい、何があったかもうぜひもう前編を見てください。、はい、ただ前編を見ても、うん、伝わるかどうかは別ですけどね。映ってないだろうか。ですね、はい、捉えてるかもしれないからね、もしよかったら見てください。前編もさすがにもうここ、もうだって合計で何マス離れたんですか、結局どのぐらい今。33,000とか。33,000、こっちか、合計で。あ、合計33,000やわ。 F1 の、もう森の館怖い。うん、17,000の16,000なんで33,000マス。すごい離れたね。怖い怖い怖い。まあ、これはですね、うん、もう戻るにも、うん、ロケットナビル足りないんで、うん、はい、エンダーチェストに、はい、全部預けて、はい、殺し合って、うん、終わりますか、ワープしましょうか、はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。